こんばんは、スノーマンの岩本ひかるです。渡辺翔太です。藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、今夜はこのコンビでお送りします。お願いします。お願いします。このコンビはですね、はい、去年の12月以来3度目のコンビです。あ、意外と前だね。はい、ちなみに1回目のコンビ名は覚えていますでしょうか。そりゃもうもちろん覚えてますよ。何でしょうか。筋肉。あー、惜しいね。でも多分その感じだよね。その感じだから、その1回目も2回目も多分ですね、うん、ちょっと筋肉関係系かな、俺と翔太のコンビは。筋トレでしょ。筋トレ、あ、チーム筋トレです。あ、1回目はね。なるほどね、うん、2回目は、2回目はもしなんかちぎり交わしてる感じだな、もうちょい何々と何々みたいな。あー、あれだよ、これ覚えてるよ。覚えてる。師匠と弟子、うん、正解。こう指定関係みたいな。正解。ちなみに僕ここ来る前行ってますからね、ジム今日。もうさっきも言って、ね、結構最近、楽屋にもダンベルあるし、そう、あの腹筋ローラーもあるし、あとなんかこう腕立てできる、こう、あ、プッシュアップバー、ね、そうそう、それも、そう、結構なんか、そうなんだよね。翔太の楽屋の前通りかかると鏡見ながらフフ言いながらトレーニングしてる翔太がいるのがなんか、そう、なんかね、やっぱね、怖くなるんだよね、ちょっとこう開くだけで、なんかこう言ってると筋肉がなくなっちゃうんじゃないか。そうそうそう、わかるよ。ちょっとね、そういうところのレベル感まで来てしまいましたね。で、今回3回目どうしますか。3回目コンビ名。翔太が最近ハマってるトレーニングのそのあれでもいいよ。サイドレイズじゃない。あ、いいよ。やっぱね、肩トレ。うん、肩トレ、チームサイドレイズ。いいじゃん、なんかいいじゃん、こう横文字でね、うん、かっこいいよね。全部カタカナ、うん、じゃあチームサイドレイズ、うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、はい、